こんにちは、こんばんは。焼肉一升瓶の肉ちゃんです。肉さん、ちょっと今回気になったのが、はい、コストコの牛タンあるじゃないですか。僕牛タン好きでコストコたまに行って見てるんですけど、あれ安すぎません？結構お値打ちですよね。あれってぶっちゃけ焼肉屋目線から見た時にいい肉なんですか？そこそこいいお肉ですけどね。タン一本あるんですけど、その部分によってはこれちょっと使えないなみたいなところはあるんですけど、例えばタン先の方ちょっと硬かったりするんですよ。でタン下の方もちょっとね硬くてちょっと匂いきつくてっていうのもあるんですけど、ちゃんと下処理をすれば全然使えるレベルなので、美味しい部分はねもうそのまま使ってもらってもすごい美味しいと思いますね。まずそもそもなんで安いんですか、コストコの牛タン？コストコね、日本だけじゃなくて世界中にあるんですよ。確かにアメリカ企業ですもんね。そうなんですよ、うん、だから大量に仕入れて大量に販売することができるんですよ、薄利多売ができるみたいな。そうですね、だからお値打ちっていうか、あとはこの生産工程で向こうの国は結構効率重視なので、お肉を機械でカットしたりしてるんで人件費の無駄っていうのも少なくて済みますよね。いい焼肉屋さんとかいいお肉屋さんだと、うん、職人が手作業でさばいてるみたいな聞いたりしますもんね。そうなんですよ、あれ包丁のね研ぎのスキルとかね、そういうのも関わってくるので、機械だとスパスパスパンっていきますからね。どっちかっていうと安いものを使ってるっていうよりかは量が仕入れれたりとか、そもそも機械化しててコストがかかってないよっていうところで安くできてるようなイメージなんですかね。そうですね、ものはすごくいいと思うんですよ。やっぱり焼肉屋目線から見てもものはいいと、そうですね。あとは若干ですけどコストコさんに販売されてるものを見てるとドリップがちょっとあったりとか、ドリップ、はい、中の血のような赤黒いものがちょっとドリップとして臭みとかそういうのが出やすいんですよ。やっぱり向こうで多分内臓系の下処理が多分されてないまま空輸されたりしてるので、ドリップがそういう出やすい原因です。それがその下処理がしてあればかなりのクオリティなんですけど、下処理までしちゃうとコストが上がっちゃうから、うん、あえてやってないっていうところなんでしょうね。これぐらいで十分だろうっていうところで販売されてると思いますんで。じゃあちょっと今の聞いて思ったんですけど、コストコのタンよりも焼肉食べ放題みたいなお店、2キュッパで90分みたいなお店の方がタンはあるけど、あれめちゃくちゃ安いじゃないですか。安いですね。あれってどうやってるんですか？あれは質が悪いんですか？いや、質も多分ピンキリだと思うんですけど、食べ放題のタンね、多分豚使ってるところが多いと思うんです。あ、牛じゃなくて豚なんですね、そもそも。はい、結構ね形似てるんですよ。ちょっと小ぶりなんですけど牛よりは。でも豚もね結構美味しいんですよ。僕の子供に食べ比べさせたんですよ。牛と豚と馬とどれ一番美味しいって言ったら、実際子供が食べてみて豚が一番美味しいって言ったんです。豚も結構お値打ちなんですよね。子供さんにも美味しいって言ってもらえるっていうですね、すごい魅力のある商品なんですね、豚タンって。品物がいいものばかりではないんですけど、食べ放題のタンは豚のタンが多いかなと思います、コスト的にね。一生日さんってタン出してますよね、牛とか。あ、牛、はい、タンは出してますよ。はい、タン出しますね。そのタンと比べたらコストコのタンってどうですか？原価的に言うとうちはもっと高いのでいいタンです、はい、コストコって一本なり売ってるじゃないですか、まあ、はい、うちのタンってタン先ちょっと硬い部分とかタン下、はいはい、の部分は除去してある部分しかお客様に提供してないので、結構うちのタン見てもらうと分かるんですけど霜降りになってるんですよ。え、タンでも霜降りってあるんですか？タン元っていうんですけど、元の方はすごく霜が降ってて美味しいんですよ。じゃあそもそもいい肉も使ってるし、その中でもいいとこしか使ってませんよっていう。そう、それは美味しいわけですよね。総合的に焼肉屋目線で見たときにコストコのタンってありなしで言うとどっちですか？ありです。このレベルで出してるんだっていうですね、すごいと思いますよ。エクセル社のタンですので結構グレードの高いタンですので。あ、グレードの高い会社が出してるタンをコストコは仕入れてるっていう。あ、そうですね、はい、結構タンってそもそも家で食べれなかったじゃないですか、うん、って考えるとやっぱコストコのタン買ってきて、うん、まあ、タンシチューにしたりとか焼肉にしたりとかっていうのはもうめちゃくちゃありっていうことですかね。めちゃくちゃありですね、うん、それ聞くとやっぱ安心して買えますね。さっきちょっと言ったんですけど、なんかドリップが出るみたいなのはちょっとやらなきゃいけないんですかね、下処理みたいなのは。最初に目利きするんです。ドリップが少ないものを選んだ方がいいです。それは見てわかるもんなんですか？はい、見て手に取ってみてドリップの量が少ないものを
選ぶ。ドリップが少ないってことは鮮度がいいってことですね。ドリップが出てるとちょっと日にちが経ってたりだとか良くない状態なので、そういうのを見極めるのと、あとはタンの硬さ、硬い方がいいです。品物が硬い方が焼いた時にね柔らかいんですよ。柔らかい方がそのまんま柔らかいイメージなんですけど、総じてなんですけど外国産も国産もそうなんですけど、硬い方が締まりがいいっていうのかな、肉質がギュッとしてるっていう。そうギュッとしてて旨味が強いんですよ。あと油の脂肪が霜降りが多いお肉を選んだ方がいいです。外国産の霜降りって油くどくないんです。外国産そうなんですね。そう日本の和牛って結構霜降りでもくどくなっちゃったりするじゃないですか、うんうん、外国の油ってくどくないんですよ。だから霜が降ってれば降ってるほど美味しい、日本人のお口に合うというか、ぜひそういうものを選んでもらうと失敗がないかなと思います。じゃあ、はい、コストコ行ってまずはドリップが少ないもの、次になるべく硬いもの、はい、あるのであれば霜降りが多い方、そうですね、結構いい情報ですねこれ僕みたいに多分柔らかい方がいいだろうって勘違いしてる人いると思うんで。ああなるほど、柔らかくてドリップの多いやつは完全アウトですね本日の動画いかがだったでしょうか。これからもねお肉に関する様々な情報を皆様にお届けしますので、どうぞご期待くださいませ。チャンネルの方の高評価グッドボタンよろしくお願いいたします。焼肉研究家の肉ちゃんでした。バイバイ。三重の松坂焼肉ホルモンの店、一生懸命。